はい、どうも皆さん、こんにちは、ビザでーす。ういうい。つうことで、本日はですね、フルンティングあり、でも、なんか武器、めちゃくちゃ最先端のやつ全部揃ってはない、人向けの、編成ということで、前回の動画で少し緩めた感じのやつになるかな。前回は2ターン締めでやってたんですけれども、まあ、今回は3、4ターン締め、みたいな感じになります。キャラクターが揃ってて、フルンティングもあるんだけど、でも武器編成でさっきみたいな感じにはできないよとか、例えば石でマンモスがないよっていう人に向けた、ちょっと今回はそういう編成を紹介していければなというふうに思っております。よろしくお願いします。はい。で、まあ、キャラクターは据え置きなんですけれども、後ろのキャラロベリアはね、動かしてもいい枠になりますね。うん、ロベリアは動かしてもまあ大丈夫。うん、武器編成はこんな感じになってて、まあ、ロベリアの話は後でするね。武器編成はこんな感じにしてて、武器ばらけちょの、皆無編成は継続中っていうような感じです。剣刀枠は4枠なんだけど、5枠目なくてもいいかなって感じ。5枠目ダメ上限アップだから、まあもちろんあったら嬉しいんだけど、なんか適した武器がないんだよね。まあもしあるのであれば、ワールドエンドとかがあるのであれば、ワールドエンド一語一振りとかがあるんだったら、ワールドエンドとか一語一振りとかブラッドコーラルとか入れ替えてもいいんだけど、まあ、ない場合は結構俺剣刀枠4枠でも大丈夫というか、3枠が強いから、3枠ありゃまあまあまあ、うん、っていう感じなんで、剣刀4枠に5枠にこだわる必要はないかなっていう感じです。竜伐の激走を入れました。まあ、今回ね、覚醒レベル15でやってるから、まああのもっと伸びしろありますね。はい、っていう感じです。で、まあ、あとは注目すべきポインティーとしては、誘惑のチェインだね。週末王誘惑のチェインがおすすめ。というのも、敵の HP を1ターン目で 20% まで削れなかった場合、で、2ターン締めができない場合、結構あるんですよ。20% までいけなかったら、次の特殊、2ターン締めはまあ結構きつい。火力が足りないっていう風になっちゃうのね。そうなった時に 20% 特殊技で気絶ぶっ飛んでくるんですよ。そう。気絶がぶっ飛んでくるんで、まあそこら辺考えると、まあ、誘惑つけてマウントっていうのは俺はすごいいい選択だと思います。週末誘惑のチェインはね、マジでありかな。はい。で、あとは何だろう。召喚石こんな感じにしました。ベルゼバブ召喚でやってます。石はまあ自分のベストを尽くしてみようっていうような感じ。カンパクリする必要はない。カンマネする必要はないんだけど、まあ自分のベストを尽くせたら、まあやりやすくなるかなっていうような感じになってますね。今回は結構キャラ1落ち、2落ち、3落ちっていうのも想定していくんですけど、フレンドルシフェルです。両面属性。うん。いくでいい。で、まあ、キャラクターが落ちていくのも、割とある程度想定しながら動きを作っていくといいかも。というかね、20% 特殊がバカ痛いんですよね、これ。20% 特殊がバカ痛いので、まあ、なんかそのあたりも、視野に入れていく方が、こういう、今回の編成だとおすすめかなとは思いました。で、動きは変わりま、最初は変わりませんと。あ、これね、そういえば、アーマーブレイク変えていいです。ごめん、アーマーブレイク、なんでもいいわ。火力系のアビリティにしてもいいと思う。ツインサーキュラーとか、ディストリームとか、うん。そのあたりにしちゃって大丈夫。アマブレは不要だわ。なぜならベルゼバブで防御加減になってるから。うん。まあ、ただ、アマブレにする理由はする理由で一応あるんだけど、まあ、ちょっと説明するね。で、2ターン、1ターン目は、こういう風にぶん殴ってさ、ドゥワーで、ここで 20%、50% から 20% までぶっ飛ばせなかった場合、デバフ消えちゃうんだよね。だから、オリビエの宵闇の恐怖とかも消えちゃうんすよ。そう。で、まぁ、ちょっと前の動画でチラッと言ったのが、まぁ、この状況だよね。2ターン目の特殊技に、まぁ、これで対応できなくなっちゃう。3ターン締めの形だと。だから、誘惑のチェインおすすめっていう話をしたんすよ。うん。まぁ、それはそれとして、これキャラ落ちるんだよな。まぁ、さすがにフルンティングの主人公以外は、まぁ、2、3人落ちる。うん。1から3は落ちるんだけど、そう考えると、ここのロベリアを入れ替えるってのはありかなって感じ。ただ、ロベリアのニアビをフルオートでオンしておくと、このタイミングでアーマーブレイクが出るんだよね。そう。まあ、主人公がアーマーブレイクにするメリットとしては、ロベリアを入れてる場合においては、ここの3ターン目でデバフをぶち込んでいけますよ。っていうのが、まあ、結構俺は魅力的なポイントになるのかな。っていうような感じ。まあ、そんなに意識しなくてもいいかなって感じですけど。うん。
まあミストでもいいね。アマブレかミストに入れておくと、例えば後ろからロベリアですっていう編成の場合、ここでフルオートウォーブリンガーのみみたいな感じにしておくと、今の状況で、2回目のアーマーブレイクが打てるっていうような感じにはなってます。ただ、主人公のザ・グローリーの、まあここら辺を完全にゴン無視して、まあツインサーキュラーにでもしちゃって、うん。で、まあ、ロベリアをここから火力キャラクターに変えていくっていうパターンでも、まあ、成立はするのかなっていう。まあ、そっちの方が、もう前提とする場合は成立しやすいかなって感じはしますね。うん。まあ、入れるキャラクターとしてはデバフがないので、ユカタフォリアとかはちょっと微妙になっちゃうかも。敵にデバフがないから、攻撃大幅アップしてもぶち抜けないんですよね。それだったら、アビリティダメージ主体で戦っていけるキャラクター、まあ、意外とソリッツとかでもいいんじゃない？こういう風にダメ、アビダメでぶち抜いていくみたいな、まあそういうパターンでもいいのかな、とか思いつつ、うん。といったような感じですかね。はい。まあ、サンダルフォンのザ・バイスでぶち抜いていくとか、まあ、そういうのでもいいかもしれないけど。うん、まあ、そんな感じで、各自調整するなりなんなりで行っていくといいんじゃないかな、というふうに思います。まあ、ちょっとなんか武器完璧できない時に、ちょっと動きが変になっちゃったよとか、なんかデバフ消えちゃったんだよ、みたいなコメントがあったんで、まあ、ここら辺の意見とか、参考になれば幸いでございます。って感じでした。はい。ほな、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。